ポーランド国鉄9号線は、首都ワルシャワのワルシャワ東駅とポモージ県グダニスクのグダニスク中央駅を結ぶポーランド国鉄の鉄道路線である。全長は 323.393km であり、全線が複線電化されている。1852年8月6日にベルリンとケーニヒスベルクを結ぶプロイセント部ブ鉄道の一部としてグダニスクとチェフ間が 1857年10月12日に、トチェフ・マルボルク間が開業したのが始まりである。1876年9月1日に、マルボルク岩場間が、翌77年岩場ワ,ワルシャワ間が開業して、全線開通した。全線が複線化されており、最後の単線区間であったミコワイキッポモルスキへ、マルボル区間は1967年に、複線化された。は、 段階的に行われ、1969年に、グダニスク・トチェフ間、1972年に、ワルシャワ・ナシェルスク間、1983年から1985年に、かけて、ナシェルスク・トチェフ間が電化された。グダニスク中央駅に停車している、アルストム製の ED250 型近代海前の、 最高速度は80時速 120km であったが2006年から2014年にかけて旅客列車の最高速度が時速 160km、貨物列車の最高速度が時速 120km に引き上げられた。近代化の総費用は約100億ずろ値である。さらに最高速度を時速 200km に引き上げる計画が存在する。 グディニアウィーン間を結ぶユーロシティのほか、各方面に向かうインターシティや地域列車も存在する。ありがとうございます。